隊長、リビングを指示された通りに変更しました。ふむふむ、リビングがいい感じになったな。隊長、おはようござ。あれ？お、なんか変わってるじゃん。やっと起きてきたか。リビングに作戦会議用のボードと椅子を追加したぞ。それとリビングテーブルが変更されていたり、家具が追加されていますね。ピアノもあります。ピアノを弾ける隊員がいるんですか？はい、気分転換になると思うのでぜひ聴いてください。ポンポンさんすごいな。それとポンポンよ、食料はどうだ？現在ダランさんに狩猟をお願いしています。アイベックスを買ってきたぞ。おじいちゃんナイスだぞ。農園の作物は収穫までもう少しですよね。一番収穫が早いお米が明日ですわ。それ以外も残り3日程度あれば収穫できると思います。よし、拠点の安全が確保できたら生存者の探索を進めるか。よっしゃ、絶対見つけるぞ。隊長、それまで少し時間がありますがどうしましょう？うーむ、悩むところだな。それならそろそろ墓地を整備しませんか？大賛成だぞ。さほど時間もかからないのでいいと思います。確かにな。よし、それでは墓地をきれいに整備していくぞ。隊長、デザインはお任せします。ふふ、任せておけ。私の本気を見せてやる。完成が楽しみですね。ふう、こんなところだな。お前たち、墓地の整備が完了したぞ。やったー、綺麗になってるぞ。お墓に花が添えられ、ようやく墓地がしっかりした形になりました。これならクルースも喜ぶでしょう。ブスン、クルース、よかったわね。ミリアさん、泣かないでください。この墓地はしっかり守り抜いていきましょう。願わくば、これ以上この場所に墓が立たないようにしたいな。隊員は誰もかけさせません。安心しろ、フランが守るぞ。隊長殿、拠点の外を見てみろ。これは、明らかにゾンビの数が増えていますよ。一体どのくらいいるんでしょう。フランレーダー上では、おおよそ40体くらいはいそうですよ。相当な数ですね。うむ、これはまだ増えそうだな。やはは、ようやくゾンビどもとの戦いになりそうだな。隊長、今晩には攻撃してきますかね。わからん。ただ、この程度の規模なら想定内だ。もともと60体くらいを想定していましたよね。今晩攻撃してくるなら、この調子で増えても50体くらいでしょうか。楽勝じゃん。油断するな、ゾンビどもがさらに集まって攻撃してくる可能性だってある。お前たち、4人体制で見張りをするのだ。迎撃エリアに近づいてきたら知らせてくれ。ラーチ。霊夢さん。まさかこんなことになるとは。隊長に知らせた方がいいですね。これは緊急ですよ。警備ご苦労、結局ゾンビどもは攻撃してこなかったな。あ、隊長。むやばいぞ。おいおい、どうした？すぐにフランレーダーを見てください。なんだこれは。おそらくゾンビの数は90体程度まで増えています。想定をはるかに上回る数ですよ。まさかここまで増えるとは。隊長、それだけじゃないぞ。拠点北東にいるゾンビを見ろ。重装甲を身につけているだと。明らかに改造された新種のゾンビです。あれは相当厄介だろうな。もう一体新種のゾンビがいます。工事現場にいそうな作業服を着たゾンビです。作業服を着た人間がゾンビになっただけじゃないのか。なんとも言えませんね。警戒はした方がいいかもしれません。それと面倒な爆弾ゾンビもいますわ。自爆してくるタイプのやつか。今回はゾンビの種類が多いぞ。隊長、まだ攻撃してくる気配はないですがどうしましょう。スチールをかなり消費するので設置は控えたかったが仕方ない。大口径機関銃を設置するぞ。これはダレットのような自動式ではなく操縦が必要なタイプですね。その分威力は申し分ないです。大口径機関銃は私とポンポンで使用する。それ以外のものは軍用ライフルで攻撃してくれ。わかりました。隊長、これで支援の導き手はゾンビをコントロールできるのは間違いないですね。しかも相当な数をコントロールできるぞ。でも一体どうやって。今はそのことを考えても仕方ない。目の前のゾンビのことだけ考えるぞ。まずは生き残ることが重要だ。これより警戒態勢に入る。いつでも戦闘ができるよう準備しておくのだ。あれ？隊長報告です。ゾンビどもが一斉に動き出しました。2時間後には迎撃エリアに到着する見込みだぞ。ついに攻撃してくるか。ゾンビの数はどうだ？おおよそ90体です。あれから新たな新種のゾンビは増えていません。お前たち、想定を上回るゾンビの数だが焦る必要はない。この日のためにしっかり訓練し、防衛も強化してきた。我々ならこの程度の脅威乗り越えられるはずだ。今こそマリサ隊の力を見せる時です。ボコボコにするぞ。誰も迎撃エリアから先に倒産。圧倒的な強さを見せてやりますわ。覚悟は決まったようだな。よし、戦いの時間だ。
ゾンビを近づけるな。射撃部隊、撃ちまくれ。軍用ライフルなら一方的に攻撃できます。それにしてもすごい数です。何せ弱体近くいますからね。隊長殿、ゾンビは迎撃エリア側面に張り付いているようだぞ。正面にはあまりいないですわ。注意してください、左右に爆弾ゾンビがいますよ。まずい、側面を爆破されると流れ込んでくるぞ。あー、自爆したぞ。迎撃エリアの両側面が破壊されました。なんてことだ。しかし火炎放射ガレットがゾンビ殿をやっています。かなりのゾンビに火がついたようです。お前たち、とにかく撃ちまくれ。うおーおおお、順調にゾンビの数が減っています。みんな、この調子だぞ。相変わらずバカなゾンビどもだ。集団の前でうろうろしているな。忠誠に反応しているのでしょう。それにしても火炎放射タレットは優秀ですわ。ほとんどのゾンビが燃えてます。さ、隊長、あれを見るんだ。ゾンビから変な線が出ていますよ。なんだあれは。間違いなく新種のゾンビです。隊長、どうやら周囲のゾンビを回復させているようです。光線に触れたゾンビの傷が治っています。回復ができるゾンビだと。ただこちらの手数に回復が追いついていないようです。撃ちまくれば関係ないぞ。とにかくあの回復ゾンビを優先して倒すのだ。次から次へと面倒なゾンビが出てきますわ。やったー、回復ゾンビを倒しました。これであらかたゾンビは倒しましたね。うむ、あとは数体のみだ。あれ、黒い霧が発生していますよ。おいおい、次はなんだ。こっちに近づいてるぞ。隊長、煙でゾンビが見えなくなりました。これでは射撃ができんぞ。むむ、どうやら煙は真っ黒のゾンビが出してるぞ。不気味なので煙から離れるんだ。でほ、これは吸いすぎると危険そうです。西側に移動します。私も一旦距離を取るぞ。なんとか回避できたようですね。まだ油断はできませんよ。お、煙が少しずつなくなっているな。どうやら発生源のゾンビが死んだようだぞ。念のため問題ないか確認してみます。よっしゃ、フランも行くぞ。さて、どうでしょう。隊長、ゾンビの全滅を確認したぞ。やったー、大勝利です。ゾンビの大群を蹴散らしました。迎撃エリアはかなり破壊されたが、予想以上に一方的な戦いだったな。迎撃エリアがうまく機能した証拠ですよ。やはは、所詮は機能のないゾンビどもだぞ。ただ、新種のゾンビが何体かいましたね。数が少なかったのが幸いだったぞ。うむ、迎撃エリアについてはさらに改良する必要があるな。爆弾ゾンビに壁を簡単に破壊されてしまいましたしね。それより隊長、夜通し戦ったので休息しましょう。かなり疲れましたわ。そうだな、見張りを数名配置し、それ以外は休息してくれ。フランが見張りするから後は休息していいぞ。お言葉に甘えてそうさせていただきます。フランさん、よろしくお願いします。かぐや様、それでは改良型ゾンビについてご報告いたします。以前に4タイプの報告を受けているので、今回は残りの4タイプだな。おっしゃる通りです。では始めなさい。まずタイプ5のダークフグゾンビですが、このようなデータとなっています。ふむふむ、どちらかというと妨害タイプだな。戦闘面では至って普通ですが、真の力は体から発生する黒煙です。ゾンビは遠距離攻撃に弱いので、この手のタイプは貴重だな。次はタイプ6のタンクゾンビです。確か籠城している敵を攻撃するために作ったゾンビだな。はい、壁を破壊する能力に長け、近接戦闘も非常に強い個体となっています。弱点は重装甲にしたため移動速度が遅いことか。やはり何かしら弱点は出てしまうな。タイプ7はヒーラーゾンビとなります。これが例のヒーラーゾンビか。ゾンビを治療する特異菌を放つ、かなり珍しいタイプです。この回復系がいるだけで、集団で攻撃するゾンビの脅威が飛躍的に向上する。敵からしたら回復するタイプは厄介ですよね。次が最後か。タイプ8はワーカーゾンビです。なんだこれは。労働させるために改良したゾンビです。以前かぐや様が、鉱山労働するゾンビが欲しいとおっしゃってましたので。そんなこと言ったような気がするな。以上で改良型ゾンビの報告は終了だな。はい。かぐや様、大変です。慌てているようだがどうした。島の最南端に配置していた、改良型ゾンビの信号がなくなりました。なんだと。おそらく生存者に全滅させられたと思われます。マリサ隊の仕業ですね。キメイマル、来ていたのか。どうしかぐやよ、どうやらマリサ隊は生きていたようです。ヘリを撃墜し全滅させたんじゃないのか。
私もそう思っていましたが、今回の件ではっきりしました。まず現地民では100体近いゾンビを撃退することは不可能です。そうなると、マリサ隊が生存している以外は考えられません。マリサ隊だと？隊長のマリサは、拠点建築の天才のようです。おそらく軍事施設並みの拠点を建築し、ゾンビたちを殲滅したのでしょう。なるほど。それでか。通常のゾンビでは全く歯が立たないと思われます。次は大量の改良型ゾンビで攻撃しましょう。いやだな。奴らに絶望を見せてやる。マリサ隊、さあ、次は生き残れるかな。本番はここからです。隊長、迎撃エリアの修理がかなり終わりましたよ。それと指示された通りに壁を変更したぞ。よし、ナイスだ。形を変更していますが、これは何か狙いがあるんですか？迎撃エリアの側面にも水堀を導入するためだ。なるほど、ゾンビどもに正面以外を攻撃させないためですね。今の作業が完了したら、次は水堀に着手していくぞ。ラジャー、それと作物の収穫はどうだ？現在お米の収穫中です。もう少ししたら食料に困ることはないですよ。やっこい、それは嬉しいぞ。よし、それなら3日後に生存者の探索に向かうか。探索メンバーはどうしましょう？軍曹、ハワード、リッキー、リリー、お前たち4名に任せる。ラヤ、おそらくすぐには拠点が攻撃されることはないと考えている。まあフランがいるから大丈夫だぞ。生存者が生きていればいいのだがな。すみません、そもそも私の見間違いかもしれません。それでも少しでも可能性があるのならかけてみましょう。その通りです。目的地はここから片道2日程度となっている。部隊の指揮は軍曹に任せる。霊夢さんなら安心です。霊夢、みんなを頼んだぞ。任せてください。それと敵の攻撃がより一層激しくなることが予想される。拠点の強化をさらに進めていくぞ。これだけゾンビを撃退しているので、敵もそろそろ本腰を入れてきそうです。どうなることやら。といったところで、今回はここまでとするぞ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとうな。バイバイ。